別の天柱柱に分け与えられた楽園。ここです。少し休みましょう。今お茶をご用意しますね。お砂糖はどうしますか？多め？普通？聞いたことあるか？それともなしでしょうか？
ちょうどロスよ前線まで跳ねんで、今の近くの脅威を助けようと。大丈夫か？お前、なんか変だったぞ。大丈夫。多分この前に見てたのに体が冷えたんだ。ここを通りかかった時、ちょうど島に上陸して交渉する人がいるってね。見に来たんだよ。万が一危険に回っていたら、僕が英雄みたいに助けてあげようと思ってたけど、君たちだとは、どうやら僕も首こじくろだったんだ。てっぺい、お前らはこの領域に何か特別なものを打ち抜けるか？そう言われると、確かに。でもここは魔神をロバシキの棚に近いから、たたりがみ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 が強いんだろう。魔神をロバシキって何なんだ？ほら、あれがオロバシの残した遺骨だよ。うわぁ！何で大会目を見とけ？見ただけで体が毒に入れてくるのよ。今の渡積島があるのは、オロバシが僕たちの先祖を塩化の宮から地上へ連れ出したからなんだ。僕たちの先祖はそれをずっと守り神として見ていたけど、魔人戦争中オロバシはヤシオリ島を侵略した。それでライデン将軍が直接出向き、無双の人たちで切り伏せたんだ。あの一党が今の無双人狭間を形成したってわけさ。無双人狭間ってライデン将軍に切られてできたものだったのか。すごいな。そう、でも魔人戦争は非常に苛烈なもので、ヤシオリ島はそのせいで廃墟と化した。噂では将軍様もその時に大切なものを失ったと言われてる。オロバシが死んでから渡積島と幕府の仲は悪くなったんだ。でも今回抵抗軍を立ち上げたのはその侵攻とは関係なく、単にメガリレーに抗うためだけどね。オロバシが文明を滅ぼそうとするのを将軍様が止めた。そして今将軍様がメガリレーを発令し、人々の願いを奪おうとしている。これも同じように誰かが将軍様を阻止しなければならないんだ。僕は先に戻るよ。幕府軍の精鋭武士を片付けたばかりで、帰って少し休みたい。まだ他にやることもあるしね。君たちは早くサンゴロミア様に報告するといい。ここはまだたたり神の気配が残っているかもしれないから、長居すると体に良くない。心配しないで、僕はこの通りピンピンしてるよ。まさか鉄兵がもう幕府軍の武士と戦えるようになってるとはな。いつの間にかすごく成長したみたいだ。戻ってここみに報告しようぜ。何か気持ちが晴れるようなことでもしましょうか。え？ココミ、戻ってきたぞ。って、あれ、ゴローもいるのか。何かあったのか？なんかすごく真剣な表情だな。この異常が発生した人はどれくらいいるのですか？まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロー、何かあったのか？近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な老化現象が発生しているんだ。彼らを問い詰めたら、裏でこっそり支援者からいくつかの秘密兵器を手に入れていたことが発覚した。そいつらはみんな負けん気が強く、メガリレーに対して極度の不満を抱いていた奴らだ。それら秘密兵器を手にした後、こっそり使っていたらしい。道理で近頃の戦況が異様に順調だったのですね。しかしこれは決して正しい方法ではありません。一刻も早く禁止しなければ。ゴロ、
彼らの言う秘密兵器は手に入れられましたか？ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが、なんとか一つ手に入れました。これを知っているのですか？ということは、支援者の正体はファデュイだったのか？しかし、なぜファデュイがこのようなことを？いいえ、考えている時間はありません。現在最も重要なのは、邪眼の使用禁止を一刻も早く軍に通達することです。近頃異常が起きた兵士たちには治療を、まだ間に合うことを祈りましょう。あ、また異常のある兵士って、嘘だろ。早く見に行こう。で間に合いますね。やはり痛いな。ザッタ、
ますね。てっぺー。ああ、君たちか。来たんだね。ちょっと待ってね、今立つから。あれ、おかしいな、体の力が抜けて。ああ、まだ詳しく言ってなかったね。僕は最近、いくつもの手柄を立てたんだ。船に乗って幕府軍と海戦を繰り広げ、一人で幕府武士を撃退し、拠点に拘束されていた仲間を助けた。昔の僕だったら、夢にも思わなかったことばかりさ。もっと強くならないと。強くなれば、もっとたくさんのことができる。あれ、僕の秘密兵器は？いつからだろう。君がメカジキ2番隊の隊長になってすぐ、支援者側の謎の人物に会ったんだ。彼らからこれをもらってね。強くなりたいと思えば、この秘密兵器は僕に応えてくれる。そう言ってたよ。まるで神の目みたいだろ。僕は神の目を使ったことがないから、どんな違いがあるかはわからないけど。ジャガン？聞くからにいいものじゃないみたいだね。神の目と何が違うの？あ、そうだったのか。確かにこんな得体の知れないもの、代償があって当然だね。ここ数日どんどん疲れが溜まってきて、心の底で嫌な予感はしてたんだ。以前は戦った後に疲れを感じるだけだったけど、今日帰ってきたら目の前すらよく見えなくなってた。はあ、やっと君に追いつけたと思ったのに。やっぱり僕は神の眼差しを受けられなかったんだね。一つ君に頼めるかな。僕たちの回復ができたら、僕の分も持ってきてほしいんだ。それで一緒に来てさ。なんて表情してるんだ相棒。大丈夫、少し休むだけだから。少し休めばきっと良くなる。てっ